以上、5番。5番、山口義弘議員。はい。図書館問題に、大事な問題として、再度質問したいと思います。図書館利用の情報についてです。図書館の貸し出し情報が本来の目的外に利用されることは、公立図書館の立場からは肯定しがたいとの指摘にがあります。これに対して市長はどう考えておられるかお尋ねしたいと思います。岩田市長。これは確かに重要な問題でしてね、昨日上田雄一議員にお答えしましたけれども、さらにちょっと また新たな情報が加わりますので、これはちょっと整理して答弁したいと思います。まずその図書館の利用の履歴なんですけれども、それをどうやって扱うかというのは、T ポイントカードと、図書館の従来の図書カードという2本立てにするということ、そして、その中で図書館の履歴情報そのものは、例えば、山口義弘議員さんが日本の明るい農業という本を借りたとします。で、それは T ポイントカードでも、外に出ることはありません。絶対にありません。しかし、昨日申し上げたのは、図書館の、館内システムの中で T ポイントカードにしても、図書館の履歴カードに、図書館の従来のカードにしても、その、なんていうんですかね、レコメンド機能ですよね、推薦の機能ということで、あとどういう本をこう買うのかということについてはですね、どっちもそのまま残しとこうと、で1年3ヶ月残す方向で今検討してるんですね、1年3ヶ月です。で、昨日のところでですね、T ポイントカードは確かに1年3ヶ月残すんですが、こっちの図書館、従来の図書館カードについては、昨日私は答弁してないんですよ。答弁しなくて、昨日佐賀新聞をはじめとして、記者さんたちには検討しますということで、これは新聞にも載っておりますけど、私の思いとすれば、今までの図書館カードと同じで、返却をしたときに直ちにそれが焼却されるということで、昨日申し上げ、それが私の希望ですというふうに申し上げたところ、内々ちょっと話をしまして、CCC と話をして、その通りになります。ですので、もう一回整理をして言うと、図書館の館内システムに、従来の図書館カードのとしての図書館の、貸し出し履歴は残ります。残りますが、それは今まで同様、返却をした瞬間に消え失せるということになります。で、一方の T ポイントカードはこう本人の同意を取りますけれども、1年3ヶ月でそれは残ります。でその利用目的については、図書館を利用する方々にこういう本がおすすめですとか、あるいは、今度こういう本はいかがでしょうかということで出るわけですね。うん、ですので、そういう意味で言うと、図書館 のちょっと復唱しましたけど、図書館カードというのは今までの図書館カードと全く同じになります。ですので、ポイントはつかないし、レコメンドの機能はそこにはつかないと。いうことになりますので、それはちょっと新たな情報ですので追加して、お答えをしたいというふうに思います。ですのでこれについてその図書館履歴の、ね、情報は僕はね、私はそのこんなん個人情報だって何にも思ってないんですよ。再三言いますけど、個人情報というのは個人情報保護法に定められた情報なんですね。今個人情報の過保護ですよ、はっきり言って。保護を通り越して過保護になっている。ただし、この図書館履歴っていうのは、じゃあそれは落ちる情報かって、それはそんなことありません。これは憲法にで保障されている幸福追求権の中のプライバシーの話なんですね。知られたくないという意味で。ですので、そこをもう多くの人たちが混同してるんですよ。ですので、それについては私は是は是、非は非としてね、今まで通り申し上げたいと思ってますし、だからといって、この図書館履歴がね、さっきも言ったじゃあ何でも出せばいいのかと、そんなことはありません。そんなこと一言も言ってません。しかしその法的根拠というかバックグラウンドがね、あまりにも今有識者ですらもね混同しているから、もう余計個人情報というのが他でその行政目的として真っ当なところでも使えなくなっているのっていうことに対して、私は警鐘を鳴らしたいという思いで、このことについて申し上げている次第であります。で最後にしますけれども、このシステムそのものについては、昨日上田雄一議員にもお答えしましたけれども、個人情報保護審議会にしっかり、かけて、その中で協議をしていただきますので、その中でまた異論反論等があればね、それは再構築をシステムとして再構築をいたしますし、その上で議会にまたきちんとご説明を申し上げたいと、このように思っております。
安土町5番。5番、山口義弘議員。それでは私なりに確認しますと、T カードの分は1年3ヶ月は保存する。で、一般の図書カードは返されたらなくなる。なるわけですね。そしたら、そういう形したら、館内システムとしてですよ、今、図書館を利用している本はどんなのが利用されているというものは、T カードのみの情報になるわけですか。岩田市長。いきますかね、出らんの。ですね、ちょっとここずらせばよかったんですけど、ごめんなさい。正確に言えばですね、その残るって言った時のその残るところなんですけども、それはあくまでも閉じられた図書館の利用システムの中で残ります。ですので、それが残ったからといって、例えば山口義弘さん議員さんが日本の明るい農業っていうのを借りられたとします。で、それは、例えば T ポイントカードの外にそれが、行って残るということはありません。あくまでも限られた図書館の中で、今までの従来の図書カードっていうのは、返却と同時にそれが消え失せます。で、T ポイントカードで山口義弘議員さんが日本の明るい農業というのを借りられたときに、その閉じられた図書館の利用システムの中で1年3ヶ月、それはなぜかというと分析をする必要があります。ですので、今まではね、めくらめっぽで本を借りてたんですよ。買ってたんですよ、もうある意味ね、だからこういう傾向があるっていうことも何の分析もせずにね、何のマーケティングもしなくてやってたっていうのが今までの僕らの反省点なんで、それは分析のシステムとして活用させていただくと。で、これは大事な問題なんで、あえてもう一回言いますけれども、その1年3ヶ月残る、あるいは、今までの従来の図書カードは、返却と同時に抹消されますけど、その返却までにある情報というのも図書館の外に出る、漏れるということは一切ありません。5番、山口義弘議員。はい、ぜひ私は素晴らしい図書館というものができて、読書に親しむ教師員がたくさん出ることを期待して期待したいと思います。では次に移ります。子どもの安全安心対策についての質問です。近頃子どもたちの通学時に痛ましい交通事故で死亡事故が発生していますが、他教師における危険箇所の検討等はなされているかどうかお尋ねしたいと思います。室郷局長。ご存じの通り、今年度入りまして、登校中の列に車が交通事故、悲惨な交通事故が続きまして、いろんな対策が求められ、また文科省等の通知も出たわけでございます。5月22日に武雄市総務課建設課の方と一緒に、また武雄警察署の協力も得まして、通学路危険箇所の点検を実施いたしました。で、その前に各学校から、学校が考えている危険箇所、どういうところがあるのかということで、交通事故に限りまして、交通面に限りまして調査をいたしました。昨日申し上げましたけれども、数としては56箇所ほどの箇所が報告をいただきました。で、22日の点検でございますが、こういう形で実際に3例ほどご覧いただきたいと思います。立花小学校での潮見橋付近でございます。ご覧になるとお分かりになると思いますが、横断歩道と言いながらもですね、やはりこう薄くなっているところというのが非常にたくさんあるわけで、これは非常に市内多くのところで、当然交通量が多いところほどそういう状況というのはたくさん見えるわけでございます。で、同時に速度制限等のですね、
が必要じゃないかというような話も聞いております。次、北方小学校の例でございますが、架橋地区の交差点でございます。まあ、ここでもいくつかこう白線が少なっているようなところもあるわけでございますが、ここでは話し合いの中では、信号機がいるのかどうかというような話までですね、していただいております。まあ、今後の協議になろうかと思いますけれども、そういうことまで含めた話し合いになっております。これは竹尾小学校の北側から竹尾小学校の方にのルートを見たところでございますが、ご存知の通り非常に狭い道でございます。で、この道にどういう安全対策が可能だろうかということで、その中ではですね、例えばこれをここに路側帯を書いたとしたらですね、ドライバーの資格としては、道幅を狭く感じてスピードが出せないようになるというようなことも提案としてあったりしておりまして、いろんな方策を考えていきたいというふうに思っております。で、今3例出したわけでありますが、いや、もっと危険なところがあるということはもう議員の皆様もお感じになられるだろうというふうに思います。共通して、非常に危険だという話になったところもございます。いつも例に出し議会でも話題になっております、水尾団地からの道とかですね、それから茅場の踏切ですね、大人の視線からはそうないみたいだけれども、子どもの視線でその場にいるだけでなんかこう怖いような気がするというような感想もこういただいているわけでございます。で、そういう面で3例でしたけれども、まだ箇所としてあるいは路線として非常に子どもたちに危険な箇所というのはあることをこう承知した上で進めていきたいというふうに思っております。秋地町5番山口芳生議員、はい、今子どもたちは今いろんなところ危険箇所は言われてもらいました。56箇所あるということで、まあ、それ以上あるかもしれません。そんな中で私はぜひ通学今集団登校等をしているわけです。その集団登校をしているコースの見直し等が今回やるべきじゃないかなという事業が来ていると思うわけです。その時間帯にはなるだけ車等の侵入を避けてスクールゾーン等があるわけです。その見直しをしてもらえないかなと思うわけです。先ほど牟田議員の中でも出ましたように、私の住む黒牛区では現在住宅が集中しまして、以前は5、6人の子どもがお互いに助け合いながら歩いてしていたような道路が30人以上がまとまって歩いています。そしてその道路には中央線もなく歩道もなく厳しいようなとこを歩いているわけです。そういう中でまた黒繁盛地区は市の力によりまして道路改修もできて、また向かい道路としてスピードがアップがされるような危険性も出てくるわけです。それらを含めまして、ぜひ一方通行とかなんとかそういうふうなことを制限というものをやってもらいまして、子どもたちの安全というものを考えられないかなということをお尋ねしたいと思います。それは私のところだけなく、先ほどの松吉議員におりましたように、皿屋地区とかいろんな地区でもっとスクールゾーンを検討し直して、一方通行を時間帯を決めてしたら、もっと歩道を設けるのが最大の目的と思いますけど、それ以前に今すぐできるのは問題ではないかなと思うわけです。これを教育長、先ほど話しましたように、学校教育課、教育委員会とですね、またいろんな他の課との連携の中で進めないといけない面があると。で、ここが非常にポイントでもあろうし、私ども連携を深めてやっていく必要があるところだろうと思っております。で、例えば学校ではですね、
それぞれの通学路につきまして、地図の中に書き込みましてですね、それからその中で危険箇所を確認して、子どもたちと一緒に確認して、あるいはその入学当初なんか自分たちでその家から学校までを地図を作らせてですね、その危険箇所を点検すると、そういうようなことでやりながらしているわけです。従いまして、その今お話のように道路の状況あるいは子どもたちの状況が変わる中でですね、スクールゾーンについてはちょっと500メーター以内というような制限があったりしてですね、どれだけの弾力性があるものか分かりませんが、だいたい500メーター以内というのがあったりしますので、そういうことを含めながら危険性と連携と中で進めていきたいというふうに思っております。議長5番。5番山口義郎議員、はい、今スクールゾーンというものは小学校あたりから500メートルの範囲内がスクールゾーンと指定するわけですね。それ以外ってなったらもう一方通行で時間帯規制というふうな公安委員会が指定するような規制の方法じゃないわけですかね。それら の, そういうふうな指定に持ち込む方法というものはどういうふうに。石橋まちづくり部長。松之助議員さんの時にもお話があったと思いますが、スクールゾーンについては今親子教育長ご回答されましたように500メーター以内だということになっているようでございます。でそれ以外についてはどうかというと、やっぱり通常の一般規制だと思います。ただし、特に何ですか、安全を強化するべきところということは通学路の範疇に入っているよということが説明できればですね、言って公安委員会の理解を得られるかなと思います。規制等に関しましては道路管理者の範疇ではございませんので、やはり公安委員会が定めるものでございます。そのためにはやはり地域の住民の方たちのご理解を得られないとできないということになろうかと思います。議長5番。5番山口義弘議員、はい、私も地元の区長会あたりさんの皆さんと一緒にして天口区にあります一方通行の交通規制を相互交通にできるような運動というものにも参加したりしました。そんな中でぜひ午前中は区長会の皆さんもおられたわけですけど、区長会とかいろいろな地域の住民子供PTA さんたちと一緒になって、ぜひ痛ましい事故が通学時に起きらないような対策というものを一緒に進めていきたいと思います。次に JA 旭町の前の交差点信号です。これは以前は子どもたちや歩行者と車両の通行を分離した子どもたちの横断歩道を通る実点と車が通る実点の信号を分離した画期的な信号がついております。以前は黄色と赤の点滅信号で危険な交差点であり、歩行者にも車両にも危ない交差点でした。あんな信号は大都会の交通量の多いところだけでができるものだなと思っていましたけど、幸いにもこの朝日で一番子どもたちや車両の事故が多いところにできたわけです。素晴らしい交通安全の施設だと思っております。旭町民の代表して感謝したいと思います。ぜひこういうふうな地域に即した信号というものが今後
できるように運動してもらいたいと思いますけど、その運動質問の肩振りをお願いしたいです。すみ政策部長。ご指摘の歩車分離式信号機でございますが、地元の熱意によって設置できたわけです。こういう信号につきましては、設置の基準として、公共施設付近または通学道路等において生徒児童幼児高齢者および身体障害者等の交通の安全を特に確保する必要があるところ、あるいは、こういう信号、歩車分離式信号をつけていれば事故は起こらないだろうという、そういう想定ができるところ、あるいは過去2年間で2件以上発生している場所、そういう、それが見込められるという場所、等々の理由で、設置されると、そういう要件で、設置されるということでございますが、市内でそういう設置に適した場所があれば今後とも進めていきたいというふうに考えております。5番山口芳弘議員、はい、ぜひよろしくお願いします。次に自転車走行可能交通標識です。この標識がのことです。歩行者があって自転車が、ちょっとこれがちっちゃいような標識にがあります。これが今自転車が走行可能な歩道ということで認定されています。これが今交通事故で自転車の事故というものが増えております。またマナーも悪い中で自転車の走行というものは大事な交通安全だと思っております。ここでこの自転車走行可能な歩道というものは市内にはどれくらいあるかお尋ねしたいと思います。住政策部長。自転車歩道、普通自転車歩道通行可能の道路ということでございます。これにつきましては市内で74区間総距離の8240m、そういう場所が指定されております。25番山口芳弘議員、はい、今74区間82400m ということで、82400m といえば長いなというようなメートルです。キロでいけば 8.2 キロということで、それだけじゃないかなというようなことを思うんです。ぜひ、歩道を、この歩道がどれぐらいの幅があれば、これに認定されるのか、それでまた交通量とか、歩行者との発症とか、いろいろ問題もあるかと思いますけど、ぜひ市内では、自転車走行可能な歩道というものを増やしてもらいたいと思いますけど、いかがなものですか。これ確かにそうなんですよね。私もここのところはよくジョギングをしますし、で私よりも何よりも今歩いている方が非常にこう増えていると、すると体のちょっとご不自由な方でもちょっと外に出てみようということで歩いておられる方々もたくさんおられる一方で、自転車に乗られている方々 もう飛躍的に増えています。ですので、これは分離する必要があるだろうと思ってますので、これはよくね、地元の区長さんたちとよく相談をしながら、こういう、分離の、道路ですよね、はい、っていうのはどんどん増やしていきたいと思っていますし、さっき石橋部長から耳打ちされましたけれども、今度は駅前の部分というのもちゃんとやっていこうということをしていますので、武雄市は車でもよし、自転車でもよし、歩いてもよしということで、なるべくこう混然一体としないでこう分離して、それぞれ共存共栄を図っていくようにしてまいりたいと、このように考えております。貴重なご指摘はありがとうございます。以上5番山口芳弘議員。今
庁の方から、道路の車、自転車、歩行者の分離ということが出ましたわけです。私も知り合い の交通関係の方とお話しする機会に、同じ自転車走行可能な歩道にしても真ん中にとことこじゃえポールじゃえ何かをつけて、ここが自転車が専門だよ、こっちが歩道専門、歩行者専門だよというような形を、天下切りはただ今まで車の中に自転車が行った道路が反対に今度は歩行者と自転車がおるだけの道路となってもあまり意味がないということを指摘されたことがあります。ぜひ分離というものをしっかりしてもらって交通事故が少なくなるような点を作ってもらいたいと思います。その点いかがですか。岩田市長。例えば仙台市が非常に参考になると思うんですね。仙台市は目抜き通りのところもそうなんですが、きちんとポールを立ててる、ちゃんとこっちが自転車、こっちが歩行者ということで、まあ、写真ちょっと持ってくればよかったんですけども、そのきちんとどっちが自転車やろうかということになりません。でそれと一方で道路を見ると色分けがしてあります。濃い茶色の部分っていうのが歩くで、今まで の何て言うんですかね、通常のこの色ですよね、こっちの部分は、自転車っていうふうになってますので非常に見て分かります。だから単に我々が行政的に分離するんじゃなくて、実際お使いいただく方々がきちんと分かるようにね、これはしていきたいと思っていますので、それまたぜひ議会の皆さんたちもぜひ検証をいただく機会もまた作りたいと、このように考えております。以上、5番。5番、山口義弘議員。ぜひそういうような形で子どもたちに安心安全な駆け落ちものを作ってもらいたいと思います。次に子どもたちの交通安全教育についてお尋ねしたいと思います。自転車に乗ることは自転車運転免許証取得年齢に達していなくても道路交通法に従って自転車に乗ったり歩行者として横断歩道を渡ります。そんな時私は16歳前ですので道路交通法は知りませんでした。だから事故に遭いましたでは世の中生きていくことはできません。この現実はどう認識されるか、以前女学校の先生方からにお聞きしたんですけど、18歳になり自動車免許を取得しようとする年齢の子どもたちの道路交通法の理解が依然とすれば悪いというものを聞いたことがあります。これらを含めて子どもの交通安全教育はどうなされているかお尋ねしたいと思います。浦郷教育長。例えば昨年度自転車の事故がですね、小学校で9件、中学校で8件、幸い今ほとんどの子どもたちがヘルメットを着用しておりますので事故になってないわけでありますが、やっぱり毎年ゼロということはないわけで、その意味では交通安全の指導というのは極めて大事なわけでございます。例えば先ほど の自動車と歩行者の分離型の信号などというのも、慣れるまでにはやはり非常に大事な期間というのがあろうかというふうに思うんですね。ですから竹雄の地域で育つ子どもたちが少なくともその竹雄の道路にある標識というのは分からないと生活上やっぱり危険なわけでございます。そういう面で学校におきましても年齢に応じて学年に応じてそして計画的に指導をしているわけでございます。ただ学校だけでできないということもはっきりしているわけでありまして、今まで同様に長寿会の方あるいは婦人会の方、子どもクラブの保護者の方、そして車にステッカーを貼って走っていただいている企業の方もたくさんいらっしゃいますし、そういうような形で教えながら導きながらそして指導しながらということが大事かなというふうに思っております。もちろん計画的に学校の方ではできることをしっかり指導したいと思っております。以上、5番。5番、山口義弘議員。子どもの安心安全対策ということで他郷では子育てが
するには先ほどはいいよって言われるような街づくり、道路整備をぜひしてもらいたいと思います。そして子育ての最後になりますけど、皆さんに新聞記事を配布したわけです。これは子育てというものは大人や地域だけが公共だけがやるものじゃなく、最後は親がやるものだということを訴えたくて出したわけです。これは私たちが子育てをしているもう30年まで来ませんが、25、6年前の新聞です。その当時、地域の子どもたちの一人一人があまり学校に行きたくないというような子どももいたわけです。そんな中で近くにありました保育園に集まってサッカーをしながらして、そこに集まって学校に行けということをやっていたわけです。そのようにして私はぜひ子育て中の最後の責任は親にあるということを自覚してもらいたいということで、子どもの安全安心対策について報告を終わりたいと思います。次に農業政策についてです。今農業は大変厳しいございます。武雄市内の農業の各部門ごとの生産額はどうなっているのか、また農業後継者の人数と分かる範囲内でございますので報告をお願いします。森営業部長。武雄市の主要農産物の農業産出額についてですけれども、農林水産統計年報がですね、従前は武雄市、町村単位で、集計されてたんですけれども、平成19年度以降、記載されておられ、記載されていないためにですね、武雄市の単独の総産出額というのは把握できておりませんが、JA 相模鶏地区の資料によりましてですね、武雄市の販売高を見てみますと、まず農産米麦大豆ではですね、平成20年が13億800万であったものが、平成23年には12億1000万、畜産では18億5100万が16億1000万、果樹においては9900万が8900万、野菜が5億7200万が少し伸びまして6億200万、それからお茶8500万が5800万、花で4500万が3500万、全体的に39億6000万円が36億4000万と、1割程度の減少をしているところであります。それから農業後継者の数についてですけど、今正式に把握しておりませんが、平成24年度中に市と農地プランを作成しますので、その中で把握をしていくということにしております。ただ農業者数については、販売農家が582戸、自給的農家が911戸の1493戸であります。なお販売農家582戸にはですね、集落営農組織を1戸としてカウントして47組織を含めているところであります。秋場、始ま5番、ごめんなさい。山口芳郎議員。今20年と23年の農業生産量の比較があったわけです。総額で39億46千万が36億4千万、1割ほどが減額されております。減額になっているわけです。それを小さく細分すれば、今畜産農家とか園芸農家あたりでは、ちょうど私たちの年代、今60から70になる年代が卒業した頃には農業改良資金や農業近代化資金を大いに使って
新しい部門として雪原芸や施設いちご、酪農、養豚、養鶏といろんな部門で頑張ってきたわけです。それがちょうど今、次の世代への世代交代の時期に来ております。そんな中でなかなか農業はしたくないというふうな息子子供たち、また反対にしてもいいよと言えば、今度は親の方が息子たちに子供たちにやる給料はないよ、だから外で気張ってしてちょけというようなことの中で、なかなか後継者が育たないのが今の現状です。そんな中で今農業再生対策ということで農業振興プランが進められております。我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針行動計画ということで進められていますけど、そんな中でぜひ先ほどの集落営農の確立、また専業農家の育成あたりができれば農業を守る、そして自然を守るということができるんじゃないかと思うわけです。次でそれで首都農地プランの内容についてお尋ねしたいと思います。森営業部長。人農地プランの内容についてですけども、農業情勢が先ほど言われましたように、担い手の不足の深刻化、あるいは農業従事者の高齢化等によりまして、厳しい状況にあるということで、5年後を見越しましてですね、地域の農業の在り方を検討するために、今後の中心となる経営体、個人法人の営農集落ですけれどもどこなのかということ、それから中心となる経営体にどうやって農地を集積していくか、それから中心となる経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業の在り方等を地域の話し合いによって、プランを作成していくということになっております。プランを作成することによりまして、青年就農給付金、それから農地集積協力金、認定農業者向けスーパー L 資金の5年間無利子化の支援が受けられるというふうなことになっております。平成24年度内に地域への説明を行いながら長単位で作成をしていきたいというふうに思っております。以上、5番山口義弘議員。今この中で私たちが一番関心のあるのは青年就農給付金というやつを持っております。この話が来たときには、あ、これで息子たちにも百姓を継がせて5年間の中に安定した農業経営ができればうちの農業も地域の農業も守れるんじゃないかなというふうな期待を感じたわけです。この点どういうふうに今住んでいるかお尋ねしたいと思います。森営業部長。青年就農給付金のことですけれども、経営リスクを背負って、就農をする新規就農者が経営に軌道に乗るまでの看護を支援するもので、対象者へ年間150万、最長5年間を給付する事業であります。給付を受けるためには就農予定時の年齢が45歳未満であること、それから親元就農ではなく独立自立就農であることなどが条件となっております。現在給付希望者は東川登町と山口町の2名で、チンゲンサイアスパラガスの生産を計画されているということです。引き続き事業を推進して、新規就農者の拡大に努めたいというふうに思っております。5番山口義弘議員。今これは本当に全然農業とは関係ない人が先押しにちょこんとやってきて
やってくるか、まあ、間どっちでもいいわけですけど、そんな形で農地を確保して農業をやる、その人たちのリスクを補うのがこの制度だということを聞いた、今聞いたわけです。ちょっとがっかりしたわけです。ぜひ今やっている農家をどうやめさせないかというものを一番大事な農業政策だと思うわけです。それでも含めて今後そのためには所得の増大というものが何よりですので、販売対策を進めてもらいたいと思うわけです。ぜひ市長さんもぜひいろんなところに今向かって販売ということで努力しております。その中に農産物の販売というものを重要ポイントとして頑張ってもらうようにお願いしたいです。岩田市長。1週間前ですかね、カンブリア宮殿という番組でアマゾンの、ね、社長兼 CEO ですよね、ベソフさんですかね、トップの方が出られていて、その中で あれと思ったのはアマゾンマーケットプレイスっていうのがあって、それは 10% 払う代理に出さるわけですよ。でその中で木山の方でしたかね、木山でしたよね、はい、でその農産品が非常に売れてると、でそれは有機だったと思いますけれども、そういう意味で野菜っていうのは我々が思う以上に売れます、FB 良品の中でも野菜、まあ、物産館から出させてもらってますけど本当によく売れるんですね、ですのでまあ、Amazon マーケットプレイスもいいんですけれども、うちはどんどん FB 良品で、出していければいいなと思っていますので、ぜひせっかくは今自治体がこう通販をもうやる時代になっていますので、ぜひうちからねここからこう出せるように、でこれ手数料もかかりませんしね、来月からさらに輸送費も安くします。ですのでそういう意味でその働きかけとそのまとめ役をぜひ山口芳弘大議員さんにお願いができればありがたいなと思っておりますので、そういう意味で今販路を見つけに行く時代はもう過ぎて、いいものはネットでやっぱり売れるんですね、ネットで、ですのでそういう、まあ、もちろんその販路を見つけに行きますけれども、今まで通りねやりますけれども、そういう今インターネットでもかなり買う人たちが増えてますので、これは米麦大豆みんなそうです、ですのでそういうチャンネルもこれは JA ともよく連携をして、まあ、小池和也議員さんもいらっしゃいますので、こう一緒になってこう盛り上げるものができればいいなというふうに思っております。秋田5番、5番、山口芳弘議員。ぜひいろんな形での販売機物に農協と一緒になって頑張っていただくことを期待したいと思います。次に農地の集積ということで、今の耕作放棄地対策ということでお尋ねしたいと思います。今武雄市では農業を勤めサラリーマンを辞めて農地を耕作放棄地を開拓して玉ねぎやらいろんな玉ねぎやら根菜類の野菜を作ったり、チンゲン菜を作ったり、そしてまた私もちょっと関連してますけど、ハッピーファーマーズではレモングラスの作付けにスガンタの耕作放棄地を開墾しながらやっているわけです。今この耕作放棄地対策というものはどのようにされて、もっとこれを畜産農家の飼料粗飼料採策とかお茶園の開墾とかいろんな形で利用されれば、山間部ではなるだけ安い単価で借りることもできるわけです。水田農業でやるといえば、どうしても地域の集落営農とかいろんな問題でしがらみの中で難しい点があるわけですけど、この耕作放棄地の利用というものも助成金等を使ったら面白い農業ができるんじゃないかと思いますけど、この耕作放棄地対策についてお尋ねします。森営業部長。耕作放棄地
対策につきましては、耕作放棄地域再生利用緊急対策事業というのを実施しておりまして、農地の借り受け者が耕作放棄地を再生する場合に補助があります。まあ、竹雄市においては、平成22年、23年に 2.6 ヘクタール、まあ、個人が1名と農業法人が1名で再生を行っているところであります。まあ、耕作放棄地の利用対策としましては、耕作放棄地の障害物の除去、あるいは進行、農地、整地等の整地等及び土作りというふうなことをやっておりまして、まあ、定額支援、あるいは自由機を用いて行う場合というふうなことで、それぞれ補助がありまして、まあ、定額支援では10アール当たり 5万円と、それから、まあ、重機を使って、そういったその整備を行う場合は2分の1の補助というふうなことになっています。5番、山口芳郎議員。ぜひこれらの耕作放棄地やら、また、まあ、補助整備の耕作放棄地でもございます。そんなものを利用して、青年収納給付金等を使ったら、それなりの生活ができて、将来の農業の機関の人間、機関の農家になるような青年も育つと思いますので、それらの進行をよろしくお願いします。次に、今画面には新規収納者の増加と規模拡大加速ということで、平地で20から30ヘクタール、山間部で10から20ヘクタールというふうな、今再生プランの数字が出ているわけです。そんな中で、竹雄市で一番問題になるのは、この山間部での草刈りです。今日の一般質問の中でも、山口議員やら牟田議員の方からも出ましたように、山間地での山草刈りというものは大変な重労働です。これは私のところの水田です。このように田んぼはこれだけですけど、この先にある水路、またそしてその先ののり面まで農家はここの農家の方は刈っているのです。これがこのように実地といえば、今、補助整備地もの30アール平均です。そしたら、こう、大体100メートル以上は草、130メートルぐらい草を刈ります。それが悲惨になればもっとあります。それを、そういう計算でいければ、もう、100メートルの、実地といえば、3単といえば30枚です。そしたら100メートルで行けば3キロです。3キロを1メートルあったり2メートルあったり、まあいいところでは50センチあったりするような草刈りを農繁期になれば最低3回ぐらいは行うわけです。私の知り合いの東川の海で10ヘクタールほど水田を作っている農家の方がおられるわけですけど、6月から10月までの稲刈りを借りるまでは今さえあれば草刈り機を親子2人で担いで草を刈っております。そうしないと米も大豆もできないのが農業です。ぜひこの草刈りというものをどうにか地域の方や行政の力を借りてでも乗り面やら水路の分だけでも草刈りができるような方策はできないのかお尋ねしたいと思います。森営業部長。農地や周辺のあぜ道、あぜのあぜ、あるいは水路を含む、まあ、除草作業等は危険を伴う作業であって、まあ、大変なこととは理解はしますけれども、長年、地域の力によって、草刈り等は実施されております。そういう状況で今後とも、まあ、農地水保全管理支払い交付金事業や中山間地直接支払い交付金事業等を有効に活用していただいて、危険のないような形で、お願いをしたいと思っております。以上、5番。5番山口芳郎議員。結局今から
農地が10ヘクタール、20ヘクタールとまとまっていって、一人の農家、また一人の一つの集落営農の中に農地が集積されるわけです。そんな中で、平坦部で1兆分、2兆分あり、ちょっと機械でバーっていけばできるような草刈りができない地域というものは大変な作業になるわけです。この点も今から地域環境の保全という意味も含めて、ぜひ何かの事業というものを、またそういう制度の中でぜひ検討されて、農家経営が無理のない形で持続していくように農業振興をお願いしたいと思います。まあ、私の一般質問も午前中から始まりまして、その中で私はぜひこんな形で図書館が充実して、そこで子どもたちやら大人が本に親しみ、そして交通事故のないような町竹を、そして自然のいっぱい守られて新鮮な野菜が黒髪の里や竹雄の物産会館、また地域でのスーパーでの食の産直の中で竹雄では野菜がおいしいものが食べられるような町づくりが企業誘致につながると思いますので、ぜひそういうような進行をよろしくお願いします。ことをお願いして、いっぱい質問を終わります。以上で5番、山口芳郎議員の質問を終了させていただきます。ここで議事の都合上10分程度休憩をいたします。